江原明宏の控訴審に動き出す矢上と源田法律事務所、さらに公安の調整官坂東に対抗するべく RK の相馬を捕らえようと画策する。だが相馬には公安の潜入捜査官であった可能性が急浮上してきたのだ。じゃあ銃を撃ってきたのは警官姿の二人組？ええ、そして阿久津のことを。その警官たち、まさか本物じゃないよね？ああ、多分相馬が自分の手駒に警官の制服を着せたんだと思う。どっちにしろそいつらを送り込んできたのは相馬だ。海藤さんが言うには公安の潜入捜査官だったかもしれない。知ってるか、ターボー。潜入捜査官はアメリカなんかじゃモグラって呼ばれてるらしいぜ。モグラか。でもいくら公安の潜入でも口封じに殺人までするなんて。いえ、相馬としちゃやらなきゃならなかったはずです。登場会時代からずっと潜入だったなんてバレたら、いくら組織のリーダーでもただじゃ済みません。どえらい裏切りですから。 RK には元登場会の人間も多いし、速攻で殺されちまいます。確かにそうね。だから偽警官たちは俺らも始末したかったようでした。できれば全員の口を封じるつもりだったんすかね。なあ、検察の方で源田事務所に警護つけらんないか。せめて今夜だけでも。分かった、すぐ手配してみる。それなら矢上さんたちにも警護がいるのでは？ありがたい提案だけど、ほら、海藤さんも東も元極道だから、警察に守ってもらうなんてね。ああ冗談じゃねえ。そうっすね、お気持ちだけで結構です。これで相馬はますます地下に潜ってくことになるだろうな。でももし奴を見つけ出せれば、逆に公安の尻尾もつかめる。そん時は沢先生の件も明るみに出せるし、桑名や楠本玲子のことも。分かった分かった、ひとまず沙織さんを源田先生のとこに送ってこうぜ。今日はそれで上がりだ。ふん、そうだな。きっちりガードするから心配ないよ、沙織さん。なーに、沙織、変身した途端みんなに守られちゃって。じゃああなたもたまには気合い入れておしゃれしてみたら？私は今これでもだいぶ頑張ってるんですけど。矢上くん、こないだ高野検事とやり合ってきたんでしょ？実際彼も微妙な立場なの。痴漢を懲らしめてやったつもりが、なんか殺人のアリバイに利用されたみたいなことになっちゃって、前は世論も完全に検察の味方だったのに、今は雲行き怪しいからね。兄貴がついてんだし俺は行かなくていいだろう。もう少しここの様子を見ときてえしな。兄貴がつい矢上、実際痴漢を前はよ。
なんだか大変だったな。大丈夫か？阿久津が銃で撃ち殺されたとか、本当血の気が引きましたよ。沙織さんに何かあったらどうしようって。俺らはいいのかよ。まあみんな無事で何よりだった。でも相馬にやられました。奴を甘く見てたみたいです。どういうことだ？奴は公安の潜入だったんじゃねえかって話です。潜入？何にしても先生と星野くんは楽しい夜に水を差されて残念でしたね。うん？いやその、いやさっきキャバクラに行ったのは星野くんがどうしてまで行くって聞かねえもんだから。先生だってどんなところか覗いてみたいって言ってたでしょう。そうだったっけ？よく覚えてねえな。そうですか、失礼。着替えてきますので。なんていうか、まあしばらくは沙織さんに白い目で見られてください。なるほど。じゃあその説で言うと、公安の捜査官がハングルまとめて RK を作ったわけか。ええ、それが相馬和樹です。まだ確かじゃありませんが、あいつが潜入ならいろいろ辻褄は合います。だから公安は RK を手駒にできたんでしょうし、逆探知とかの情報を流すこともできた。ハングレたちはそうとも知らず、ずっと相馬の命令で公安の使いっ走りをやってたわけだ。でも相馬に公安とのパイプがあるからこそ、 RK は一発の組織になりつつある。例えば阿久津を殺した奴らも RK でしょうが、着てた警官の制服や銃は多分本物です。あれも相馬が公安だから簡単に調達できた。ではもう警官の制服は信用できないですね。下で警備してくれてる方たちは大丈夫なんでしょうか？心配ないよ、あの人たちは真冬のお墨付きだから。それにしても警察の方で公安を止められねえのか？ええ、公安はそもそも相馬なる該当人物はいないと知らぬ存ぜぬだそうです。記録は抹消済みってことですかね。相馬は軽く10年は搭乗外にいたはずだぜ。日教連って組で阿久津と一緒だった。あいつらのことなら俺より東が詳しい。分かった、じゃあそれはまた明日聞いてみよう。おう、そうだな。東には俺から連絡しとく。明日はシャルルで集合だ。何か相馬の手がかりがありゃいいがな。変身した沙織さんは素敵です。でもやっぱ日常スタイルも控えめに言って最高。僕はこの事務所で働けて本当に幸せです。予約的の大枠が見えてきたってとこか。公安とはまた大層な相手じゃねえか。気をつけろよ、八神。相馬が本当に公安だとすると、居所を見つけるのは難しいかもしれません。さっき阿久津を生け捕りにできていれば。悔しいですね。Oh!
ったく、時間食っちゃったよ。私はあまり人と言葉を交わすことが好きじゃなかったから、殻の中でずっとぬるく生きていけたらいいって思ってました。でも初めてあなたとこの場所で出会ってから、私の中の世界が大きく変わったんです。八神さんと交わす温かい言葉の一つ一つが大切な宝物になって、落ち着くはずの着ぐるみも、八神さんと話しているときはその 1.2 センチの厚さがすごく切なくて、こんな気持ちになったのは初めてです。だからもっと外の世界を、あなたを知りたいんです。そのために最後の殻を破ります。八神さん、一日だけじゃない、これからもずっと私をあなたの相方に、彼女にしてもらえませんか？
八神さん。ミナトちゃん。わかった。いい加減にしろよ。
まで来てる。ここからだ。俺が意味するのは。よし、来たな。したぞ。よしよし、偉いぞ。いらっしゃいませ。いただきます。これごちそうさま。ありがとうございます。ここだな。この絵は。聞こえる。
ここだな。時間食っちゃったよ。これはこの絵は。よし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 。来たな。でかしたぞ。いい加減にしろよ。飛ばす。よし。よし。
し。飛ばす。飛ばす。
ン。飛ばす。よしよし、偉いぞ。意味するの
この絵は拾いにくいな。時間食っちゃったよ。この絵はここだな。これが意味するのは、いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとう。この絵は聞こえる。
これが意味するのは。これが意味するのは。この絵は。この絵は。ここだな。これが意味するのは。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。しばらく寝とけっての。これはこの絵は。よしよし。よしよし。来たな。でかしたぞ。
けたのか。またな。八神さん、ええ、あの、ああ、うわ、ちょっと、
あの、
八神さん。ああ。つまり、ああ、そういえば、ああ、だが、ええ、
怪しいな。だが、あの、怪しいな。これは。八神さん、ああ、そういえば、これは、ああ、なんだ、ええ。つまり、これは、
まり。ということは、つまり、要するに。ということは、
ええ。この絵は。ここだな。これが意味するのは。しばらく寝とけっての。
ったく、時間食っちゃったよ。八神さん。マジかよ。はい。どうしたら。お前の鼻が頼りだ。よしよし。よし、行こう。お。なるほど。
はあ？ケント。ケント君？ごめん。ちょっと。実は。なんだって？なあ、は？は？ごめん。まったく。そういえば、ああ、ということは、まあな。
なあ。ええ。甘さは？つまり、ああ、なるほど。甘さは？ケント君。いや。ねえ。実は。なんだって？ケント。うん。まさか。そんな。ああ、つまり。
つまりプロフェッサーの正体は。つまり。マジかよ。ええ、でも何だって？ええ。つまり。ええ。ですが。天沢。ええ、天沢先輩。
さか。ねえ、糸倉。はあ、慣れない運動なんてするもんじゃないね。中庭走っただけでもう無理。話を聞いてくれるか。察しのいいあなたのことだから、物質の状態を見ただけで私たちが何を話すつもりか分かったんでしょ。でも現時点では仮説に過ぎない。私はあなたがプロフェッサーだったなんて信じたくないの。なあ糸倉、俺たちの推理が間違ってるなら否定してくれるか。どうなんだ。ダッサいな、探偵が自分の推理に自信を持てないなんてさ。そう、私がプロフェッサー、元文化祭実行委員の生徒たちを非行に導いた張本人だよ。な、嘘、そんなの。ありえない可能性を排除していった結果、残された可能性はそれがどんなにありえなさそうに思えても真実に他ならない。そうでしょ天沢先輩。探偵なら真実に向き合わなくっちゃ。どうして。あなたミスケンで楽しそうに過ごしてたでしょ。それなのになんで。話してくれ、どうしてお前はあんなことを。最初はずっと家にいて暇だったから、なんとなく裏サイトを立ち上げてみただけ。そしたらいろんなやつが書き込みするようになってね。親や教師に不満を持っているやつ、楽して稼ぎたいやつ、ムカつくクラスメートにバレずに復讐したいやつ。私がそんな連中の望みを叶えるプランや手段を提供してあげてたら、なんか評判になっちゃってね。いつの間にかプロフェッサーなんて呼ばれるようになってたんだ。元文化祭実行委員のメンバーを非行に走らせるよう計画したのは復讐が目的。復讐？まあそうかな。
嫌な奴らを排除すれば学校に戻りやすいって思ったからね。だけどもうどうでもいい。そんなことは。お待たせしてしまいましたね、プロフェッサー。子が遅いよ。申し訳ありません。どうやら時間稼ぎをしていたようですね。子が落ちたな。女子高生にたからなきゃいけないほど金に困ってんのかよ。やれやれ、あなたという人は見た目や年齢でしか物事を判断できないようですね。何？彼女のハッカーとしての能力はすでに一級のものだ。我々はその能力に惚れ込んだからこそ付き従っているのです。女子高生だからどうのこうのという次元では考えていない。まあ狭い価値観でしか考えられないあなたのような人間には理解できないかもしれませんがね。そもそもハッカーの世界に年齢など関係ありません。例えばアメリカでも国防省が自身の公式サイトをハッキングした高校生を表彰さえしています。暗号通貨の詐欺によって16歳の少年が数千万円を稼いだ事件もありましたね。南米では犯罪組織が子供たちにハッカーとしての訓練を施しているなんて話も聞きます。それほどまでにハッカーとしての才能は若くして花開くものなのです。我々はそんな彼女の才能を支援し、新京浜同盟をさらに大きく飛躍させていくつもりです。コガ、お前何を企んでる？飛行の支援なんかで満足するはずがねえとは思ってたが、ダークウェブにブラックマーケットを作る。それが我々の次なる計画。賭博サイトや裏サイトはそのための下準備に過ぎない。ブラックマーケットだと？私の会社古賀商会では、数年前より銃器などのアンダーグラウンドな商品を扱ってきました。ですが現実の地下経済のマーケットはすでに飽和状態です。我々のような新参者が既存の勢力の間に割って入ることは難しい。だがダークウェブにはまだ未踏の大地が広がっている。その上ダークウェブは秘匿性と匿名性が極めて高い。にもかかわらず日本にはまだ決定的なプラットフォーマーがいないのです。つまりダークウェブは我々のような裏社会の人間にとってのブルーオーシャンと言えるのです。糸倉、これはお前が望んだことなのか？甲賀みたいな半グレと手を組むことが。はぶったりはぶられたり、もうそういうのにはうんざりなの。あの日からずっとそう思っていた。学校を出た後も会社に入った後もこの先ずっとそんな悩みが続くと思うと吐き気がする。はぶられるのを怖がって、他人に気を使って、ずっと我慢して苦しんで生きていくなんて。だから私は手に入れたの。必死になって勉強して一人で生きていける力を。糸倉さん。さあプロフェッサー、そろそろ。
どうぞ、冷えますから。子が待たせたね。行こう、仕事進めるから。糸倉待てよ。本当にいいのか、そいつらと一緒に行っちまって。もう決めたことだから。八神さん、これ以上邪魔立てしない方がいい。あなたの隣にいる女の子がどうなっても知りませんよ。そう、そうやってそこを動かないことです。追いかけてくるようなら、その子の額に一瞬にして穴が開くことでしょう。天沢、真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべし。
みんな、こんな夜中にすまない。事前に伝えた通り、警察には協力を仰げない。だからこそ、みんなの協力が必要なんだ。何か事情があるんですね。ああ、糸倉を救うためではあるんだが、すまん、今は事情を話せない。なあ八神、偶然かな。関係ねえやつもいるが、ここにはなぜか元文化祭実行委員が揃ってる。糸倉琴子を除いてな。で、その糸倉琴子は文化祭実行委員長だった。あ、そういえば。あんたはプロフェッサーってやつをずっと追ってた。今回の件もそれと関係してんのか。ああ、無関係じゃない。そして元文化祭実行委員のメンバーは今回の事態に責任がないとは言えない。そうか、よくわからねえが、糸倉のことずっと引っかかってた。いつか責任を取らなきゃならねえ、そう思ってた。僕もずっと気になってた。ロボ部でも結局謝れてないし。なあ、言うても俺ほとんど実行委員に顔出しとらんねえ。幽霊部員みたいなもんや。そもそもくじ引きで選ばれただけやし。押し切君だって最初は実行委員に顔出してたでしょ。お菓子だけ食べて帰ってたけど。せやったか。そうだよ。それにコトコに対して態度悪かったし。押し切君ずっと不機嫌でコトコの指示最初から無視してたよね。せやったか。うん、だから無関係とは言わせないよ。みんな、俺から頼みたいことは一つ。今からみんなに車のナンバーを教える。手分けして偉人町でそのナンバーの車を探してほしい。黒塗りのセダンだ。それとこの作戦には人手がいる。偉人町中を探し回る必要があるからな。できれば仲間にも呼びかけてほしい。八神、だったら任せてくれ。あんたのためならメイドインヘブン再結集させるぜ。それは頼もしい。八神さん、我々ロボ部も全面的に協力します。糸倉は大事な部員ですから。清涼ラビッツのみんなだって八神さんの呼びかけなら全員すぐに駆けつけますよ。みんな偉人町で遊び慣れてますから、隅々まで知り尽くしてます。捜索なら任せてください。起き手川、西園、ありがとう。それじゃあみんな、見つけたらすぐに連絡を頼む。はい。糸倉先輩が行方不明ってどういうことですか。詳しい事情はわからない。だが今は八神さんを信じよう。それにこれは部員の危機。どんな事情があろうと全力で取り組むべきだ。はい、そうですね。で、沖田川、作戦は。俺たちは俺たちのやり方でやる。作戦はこうだ。清涼ラビッツ、今日は真面目に必死に探すよ。せーの、ホープステップラビッツ。おプロ、なんだって。せやからプロフェッサーや。プロフェッサーや。バカ野郎、小文字はやめろ。日本男児なら日本語を使え、日本語を。なんでやねん。
メイドインヘブン、一夜限りの復活だ。気合い入れていくぞ。ああ、八神さん。ああ、うん。八神さん、
は。来たな。よしよし。よしよし。でかしたぞ。意味するのは来たな。よし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 。よしよし、偉いぞ。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうご。
これが意味するのか。これが意味するのか。この絵は来たな。よし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 。でかしたぞ。ここだな。No.
ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ありがとう。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとう。
んなもんか。もう許さねえ。準備運動にならねえよ。ったくいい加減にしろよ。この絵は聞こえる。ここだな。これが意味するのは
ここだな。悲しいね。
バカ野郎。ワタ東洋太平洋ライト級チャンプ、驚きこう。おっちゃん。おう。うるせえ。喧嘩しようぜ。なあ、ケンヤ君、なんやで。なんだって。なあ、
ああ。もしもし。天沢。糸倉。あ、
なるほど。はあ？ちょっと！なあ。さ、なあ、糸倉。まさか。だが。何？今日、天沢がお前のお母さんが入院している病院に行ったらしい。勝手なことを。これはお母さんの病室の前の廊下で撮った写真だ。ここに写ってるのは新京浜同盟のやつらだ。俺はあいつらの手口をよく知ってる。脅しすかしはお手の物な連中だ。何が言いたいの？これまでの飛行を利用した一連の事件、どこまでがお前の意思だったんだ？それは（笑）お母さんのことはあいつらにとって保険みたいなものだよ。保険？私があいつらを裏切ろうとした時の切り札のつもりなんでしょ。だから別に脅迫なんてされてないし。そうなのか。八神さん、新京浜同盟の奴らとの関係は信頼関係とかじゃない。
お互いに利用し合ってるだけ。私にだってメリットがあるからやってるんだ。多少のリスクは覚悟してる。それじゃあ続けるっていうのか、この活動を。言ったでしょ、私は自分一人で生きていく力を身につけるの。だからあんたの助けなんて必要ない。本当にそうか。脅迫されてるんじゃないのか。一人でどうにかしようと思ってるんじゃないだろうな。しつこい。本当に人呼ぶよ。私は決めたの、自分の力を使って生きていくって。だからもうとやかく口出ししないでくれる。わかった。お前の人生だ。最後は自分で選べばいい。だから今日のところは帰るが、助けてほしくなったらいつでも言ってくれ。連絡先はわかるな。すぐに駆けつける。そう、わかった。糸倉、今なんて？ごめん、助けて。やっぱ無理。糸倉、お前。助けて。脅迫されてないなんて嘘。逃げられないの。逃げたらお母さんが殺されちゃう。なら最初からそう言えよ。わかった。なんとかしてやる。ねえ、うん？なあ、つまり。まあね。なあ、
なあ。わかった。プロフェッサー、いいですか。お腹が減ったよ。え？ゴースト？マジかよ！なあ。全身の関節逆側に曲がるようにしてやろう。なんだ？
おい。八神。何？車崎、なんだ。エクスプロージョン。私たちを仲間から引き離すつもりだったようですね。ですが、場所を教えれば彼らもすぐに駆けつける。無駄だと思うぜ。何？おまわりさんの到着を待つんだな。あちあちちち。なあ。今夜のゲグが始まるぜ。ときめくハートはエンジンのビル、恋した相手はアスファルト、ファーストキスは死の味さ。ランツーだ。
行こうぜ。イエーイ。まさか足止めを。応援は来ない。諦めろ、子が。プロフェッサー、私はあなたの能力を非常に高く評価しています。え、何突然。あなたへのリスペクトの気持ちは本物です。だから戻ってきてほしい。でもあんた、お母さんを人質にとって脅迫してきたでしょ。点滴に毒を入れるとか、そんなこと言ってたよね。あれは悪い癖です。あなたが裏切りはしないかと不安だったのです。は？いいですか、プロフェッサー。考えてもみてください。仮にあなたが将来一般社会に出たとして、その能力は正当に評価されるでしょうか。いや、その可能性は限りなく低い。出る杭は打たれる。それが表の世界の現実だ。あそこはお互いに足を引っ張り合い、叩き合う醜い世界。だからこそ、皆同僚や上司に対して角が立たぬよう、嫌われぬよう、常に仮面をかぶって過ごしているのです。そしてそんな風に身を潜めていても、あなたの高い能力に目をつけ、刈り取ろうとする者がいつか現れるかもしれない。あなたにはそのことがよくわかるはずだ。他の誰よりもね。そうでしょう。プロフェッサー、表の社会で仮面をかぶって生きていく限り、その息苦しさは永遠に終わることがないでしょう。だが我々とならば、あなたはあなたの力を存分に発揮し、誰に気を使うこともなく自由に生きていくことができる。そして我々もそんなあなたの力を必要としているのです。だからプロフェッサー、我々の元に戻ってきてほしい。生きていく限り人と関わることは避けられない。そんなこと分かってた。ん？分かってたけど、目を背けてずっと逃げてたんだ。あの日からずっと。だけど八神さんは言ってくれた。私には勇気があるって。勇気？だからもう逃げないことにしたんだ。子が、糸倉は心を決めたらしい。お前の言葉はもう届かない。俺はこの子のその決断を全力で支持する。顧問としてな。だから糸倉は返してもらうぞ。残念です、所詮はガキ。何を言っても無駄だったようだ。無理強いをするとパフォーマンスが落ちるので、口説き落としたかったのです。仕方がない。ヤガミ、お前を殺して糸倉コトコをもらう。そのガキは一生私たちの道具として使わせてもらうぞ。やっと半グレらしくなってきたじゃねえか。死ね、ヤガミ。
ぜ。八神さん、遅くなったな。あの本田いうやつに手こずってしもうて。あれ、もしかしてもう片付いちゃった八神さん、すべて終わったんですね。ああ八神さん、こいつらどうするの。そうだな、警察に突き出すとプロフェッサーのことが発覚するかもしれないな。沈めるか。なあ、冗談ですよね。沈める必要なんてないよ、八神さん。プロフェッサーとして真剣品同盟とやり取りしていた記録は今全て消したから、警察に突き出しちゃって大丈夫。え、証拠は全て抹消済みってわけか。となると今やプロフェッサーは都市伝説だな。都市伝説。確かに、裏サイトに願いを書き込むと叶えてくれる人間がいるなんて、警察が信じてくれるとは思えませんね。正体を知っている人もごくわずかですし。さて、海に沈めるか、警察に突き出すか、どっちがいい。ここが こっちは通行止めだぜ。くそーの。もう日本など捨てる。俺の次の拠点は海外だ。あいつ泳いで海を渡るつもりか。そういえば昔水泳部だったって言ってたけど、水泳に青春を捧げたって語ってたっけ。
明日あたり水死体として上がってこなきゃいいけど。結局自分から沈みに行くなんて。俺は負けないぞ。覚えてやがれ、ヤガミ。みんなのおかげだ。全て終わったよ。コトコ、よかった。ひとくら先輩、また一緒に部活できますね。みんな、もう分かってるよね。私がみんなに何をしていたか。ごめん。私、責任は取るから。責任？糸倉さん、どうするつもり？私のやったことは許されることじゃない。だから学校を辞める。そんな、学校を辞めてそれでどうするつもりなの？まだ決めてない。専門学校にでも行こうかな。バイトでもしながら。それでどこかの会社に就職できたらいいかな。一応スキルはあるし。そんなの嫌です。やめないでください。ごめんね、さくら。糸倉、お前がいなくなってしまっては困る。いや、悲しい。でもけじめはつけなくっちゃ。じゃないと私は前に進めない。待てよ。何？俺はお前のこと恨んじゃいねえ。むしろ感謝してる。お前のおかげで俺は走る喜びを思い出せたんだからな。そもそもお前を鹿として文化祭実行委員をグダグダにしたのは俺たちだ。お前が責任取って辞めるってなら俺も辞める。そうじゃなきゃ筋が通らねえ。な、何勝手なことを。そうだよ、その通りだよ。私たちみんなでコトコを追い込んだんだもん。コトコだけが責任取るなんておかしいよ。コトコが辞めるなら私だって辞めるからね。ちょ、あんたまたバカなことを。バカなこと言ってるのはコトコだよ。なんでわかんないの？みんなコトコが悪いだなんて思ってないんだよ。それに八神さんたちのやってくれたことを無駄にするつもり？高梨さんの言う通りだよ。糸倉さんが僕たちに悪いと思って辞めるならそれは違うと思う。そうだよ糸倉、みんな責任はあるんだ。つか俺たちの方がよっぽどクソだよ。お前とちゃんと話し合えばよかったのに。ただ鹿として。な、その、すまんかった。会議ではなんや発言もせんでポテチばっか食っとって。それと態度も悪かったかもしれへん。せやからあんたはやめんでええと思うで。糸倉さん、学校にいたって前に進めるはずだよ。ここにはあなたを理解してくれる仲間がいるんだから。いいの？本当に？糸倉、学校に戻ってこい。みんな、わかった。
ありがとう。八神さん。おう。姉ちゃん。仕方ないな。天沢、